ソロモンの間を航行していたサラブレッドは、月のジオン軍基地グラナダ方面からソロモンへ向かう艦隊をキャッチした。連邦の宇宙艦隊がソロモン方面に向け進軍中であることを知ったジオンは、宇宙の各拠点に戦力を分散していた艦隊を集結させ始めたのだ。これに対し、後方の敵に戦力を割くことのできない連邦本部の下した命令は、サラブレッド隊のみで発見した敵艦隊を強襲せよというものだった。我々が発見したのは、各地より宇宙要塞ソロモンに集結中の敵艦隊の一つだと思われる。我が隊はこれを叩く。敵がモビルスーツ隊を出してくる前に、艦艇への集中攻撃でこれを撃沈する。各艦は情報連結の上、敵艦に砲撃、確実に艦数は仕留めろ。他の隊は目標を絞って近接砲撃。フォルド・ロムフェロー、行ってくるぜ。ガンキャノン、鉄管に火力を集中せよ。 G04、G05、敵モビルスーツが出てくる前に確実に敵艦を撃破してください。分かってるよ。了解だ。弾幕を張れ。ミサイルも撃ちまくれ。ミサイルを黙らせちまった。やってやる。に新たな艦影を多数確認。ルートからすると敵艦隊の移動目標はソロモンではなくア・バオクーだと思われます。そちらが本命か。まさかこうもあっさりソロモンを切り捨てるとはな。艦長、どうするんですか。ガンダム2機の補給と整備を急がせろ。またすぐに出てもらう。 G04、G05、G04、G05、補給が終わり次第発進準備願います。まったく人使いが荒いぜ。今の状態ではまともにやって勝てる相手じゃないな。どうするんだよ。それでも戦うしかないだろう。あれを使ってみるか。